Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomo です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、兄の死というテーマでお話をしたいというふうに思います。この動画は特にですね、家族の中で大切な人をこう失ってしまったという方ですね、ご遺族の方とか、今もその思いにまだ打ちしがれているとかですね、なかなかその悲しみが消えないとか、そういう方にぜひご覧いただきたいなというふうに思っています。はい。僕自身ですね、大人孤児として生きてきました。これはですね、他の動画でもお伝えしていて、大人孤児ってこう動画でですね、語っておりますので、もし興味がある方はですね、そちらの動画をご覧いただきたいと思うんですけれども、今回はその大人孤児、要は大人なんだけれども孤児、ちょっと語弊があるかもしれないけれども、要は20歳、18歳、20歳、大人になってから、近しいうちにですね、家族をみんな亡くしてしまって一人ぼっちになっちゃったよ、これを大人孤児って言うんですね。身寄りがもう誰もいないと、しかし家族、父親母親とかですね、妹とか弟兄弟姉妹が誰もいないとか、そういった状態を大人孤児って言うんですね。でその大人孤児の動画でもお伝えしていた通りですね、僕は17歳の時にですね、母親を、精神病で亡くしました。精神疾患にかかっていて、精神病棟でですね、命を息を引き取ったんですけど、その実際のその所見というかですね、は脳梗塞とか、脳梗塞とか、そういった類のですね、その死因だったんですけど、実際には病気にかかっていて病院の中で息を引き取った、これが17歳の時に僕が母親が亡くなったんですね。そして僕の父親は、僕が大学を出て2年目ですね、大学を出て新卒で働き始めた次の年、僕が23歳の時に、癌にかかって死んでしまったんですね。余命3ヶ月と言われて、余命3ヶ月、僕は必死でですね、お祈りしたりとか、そしてまた看病したりとか、毎日仕事帰りにですね、仕事の人に本当にこう理解していただいて本当にありがたくてですね、職場が本当に人を大切にする会社だったんで、ありがたいことにですね、定時で帰らせてもらって、でその足で病院に行ってですね、父親と時間をまた過ごして、でまた家に帰るみたいな生活をもう3ヶ月毎日毎日僕してたんですね。で、結局父親もその余命3ヶ月と言われて、ちょうど3ヶ月後に息を引き取ってしまったんですね。でなので僕は23歳から大人孤児として生きてきました。で今38歳なんですね、僕が。なのでかれこれ15年間ですね、もう大人孤児として生きてきました。ただですね、本当にこれもありがたいことにですね、僕は最愛の妻が与えられて10年前に結婚をして、そして、今はそのさらにですね、愛する子供が2人与えられてですね、自分自身 の家族を持っている状態なので、本当に神様に感謝をしているというのが一番ふさわしいのかなって思います。本当に神様に感謝をしています。はい。で今回はですね、そんな僕が大人孤児としてこう育って生きてきたんですけれども、実はですね、その動画でもちょっと触れてはいるんですけど、僕実はお兄ちゃんがいたんですね。はい。お兄ちゃんがいて、すごくですね、生きてたらよかったなって僕は思うんですね。ちょっと詳細をお伝えすると、僕はですね、そのお兄ちゃんに会ったことがないんですよ。お兄ちゃんは生まれてからですね、すぐ病気があったわけじゃなくて健康に育ってたんですね。で1年間生きる直前ぐらい、1歳弱ですねの時に、たまたまその風邪にかかってしまったんですよ。当時、1983年生まれなんで、お兄ちゃん81年とか2年とかなんですね、生まれたのが僕のちょうど1、2年前で。で、そこで風邪をこじらせてしまって、医者に診てもらったはいいけど、その医者が治せなくて、死んでしまったっていう、残念な状況だったんですよね。お兄ちゃんの名前、僕ケイスケって言うんですけど、中村ケイスケって言うんですね。そのお兄ちゃんが、息を引き取ってしまったんですよね。でそのちょうどその年、ちょうどその年に、僕が生まれたんですよ。そのちょうどその年に、自分が、83年ですねに生まれて、要は僕は次男なんですね。実は次男だけれども一人っ子っていう形で、育ってきたんですよね。で愛するその自分の父親母親がいて、そしてまたおばあちゃんもおじいちゃんもいたんですけど、当時ですね、おじいちゃんはちょっと早い時に亡くなってしまったんですけど、僕のおばあちゃんと僕の父親が、主にですね、僕を育ててくれたんですね。なので僕は、お父さん子だし、おばあちゃん子でもあるんですよね。はい。
そういう状況で僕は育ってきました。で、お兄ちゃんはですね、圭介お兄ちゃんというかですね、しっかり名前もちゃんと与えられて生を受けてですね、1年間弱、この地でですね、生を全うして死んでしまったんですけど、そんなお兄ちゃんの僕が思うことっていうのがあって、やっぱり生きてたらよかったなって思うんですよね。それさっきも言ったんですけど、やっぱりその寂しいんですよね。これはないものねだりっていう人の差がかもしれないけれども、人はないもの、自分がないものに対してこうなんか欲するというかっていうところが、一般論としてですけどあって、僕は一人っ子なのでお兄ちゃんお姉ちゃんがすごい欲しかったんですよ。妹でも弟でもよかったんですけど、一人って寂しいんですよね。だからすごい欲しかったと思うんですよね。で、反対にその僕の周りの友達とか、一人っ子じゃない兄弟姉妹がいる人はもう一人っ子の方が良かったとかいう人がいたりとか、ふざけんなよと思うんですけどこっちはお兄ちゃんが死んでるんだろうと思うんですけど、でもそういうふうに本当に人ってないものになりする生き物だと思うんですけど、僕もですね本当にお兄ちゃん生きてたらよかったなって思ったんですよね。実際にお兄ちゃん生きていて残念ながら死んでしまったんですけど、でも本当にお兄ちゃんが生きてくれてたら、なんかいろんな人生の話とかもできたと思うし、それ以上に遊びとかいろんな遊びができたと思うし、例えば僕若い頃バイク乗っててですね、いろんなとこ行って楽しんだんですけど、親友となんかそういうバイク一緒に乗ってどっか行ったりとか、車でもいいしどっか行ったりとか、キャンプ行ったりとか、遊んだりとか、いいもの食べたりとか、旅行行ったりとか、いろんなことがこうできたなって思うんで、すごく寂しいなって思うんですよね。寂しいって思いがやっぱり一番ですね。本当に生きてたらよかったなって思うんですよね。やっぱり自分のその知り合いとか親友だったりとか友達とか、やっぱ周り見ててもやっぱ兄弟姉妹がいる人ってやっぱりこうなんかこうあったかい人が多いんですよね。全員じゃないですけど、心があったかいというか、そういうこの小さい子あるいはお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいる中でこう育ってくると、やっぱりその日々の生活の中でこう暮らしていく時にも、自分はそれ今垣間見てるんですけど、自分の子供がこう2人与えられて、今ちょうど3歳と1歳でですね、やんちゃな時期で可愛い時期なんですけど、やっぱりその2人のその姿を見てて、可愛いなとも思うし、でも良かったなって思うんですよね。自分がそういう兄弟姉妹がいなかったから、本当に与えられて、そういう兄弟姉妹がこう与えられてる、自分のその子供にですね与えられて本当に良かったなって僕は思うんですよね。それはそれでもちろんいいことも悪いこともあると思うんですけど、やっぱり命ってかけがえないものなんで、Life is inalienable and irreplaceable. Life is inalienable and irreplaceable. ちょっと今寒くて口かじかんでるんですけど、本当にもうかけがえのないものなんですよね、命って。だから本当に子供、自分のそのまさに自分の子供が、兄弟が姉妹がいるってことがすごく僕は嬉しいですね。自分がそれ体験できなかったことを自分の子供は体験できるんで、お姉ちゃんがいるとか妹がいるとかってことも体験できるんで、それはすごく自分の子供にとっては恵まれてるんだなって、本当に、これも神様に感謝ですね、してます、なので本当に僕が、生きていたらいろんな人生についての話とか、仕事についての悩みとか、いろんなことをこうやっぱり分かち合うのが、友達であるし家族であると思うんですよね。苦しみを半分にする存在とか、楽しみを2倍3倍にする存在っていうのが僕は家族だりなり、本当のその親友なり友達なりって僕は思ってるんで、そういう存在がやっぱりいて、本当にその当時のですね医療が、80年代って本当にまだまだ、日本って言ってもすごい低かったんで、今と比べれば断然その医療が本当に適切な処置がされてですね、それが本当に医者のせいだったのであれば、ですけどされて、お兄ちゃんの命が助かっていれば本当に僕は良かったなって、今よりもっともっと違った人生観だったりとか世界観を持って人生を楽しめてたんじゃないかなって思うんですよね、なんで今兄弟がですね、あなたはいますかね、兄弟姉妹、お姉ちゃんお兄ちゃん妹弟、あなたにはいるでしょうか。僕はいないんですけど、いたけど今いないんですけど、実際に会っても僕はいないし、すごくだから寂しいしもどかしい思いしかないんですけど、でももしあなたにですねそういう兄弟姉妹がいるのであれば、どんな関係か僕は分からないです、あなたのことも僕は分からないけれども、どんなにその
憎み合ってる関係だったりとか、時には喧嘩したりとか、まあ、いろんなことがあると思うんですよ、生きてればね。だけどぜひその関係性を大切にしてあげてほしいなって思うんですよね。まあ、どんなに好きか嫌いかわからないけど、でも命って大切なんですよ。生きてるだけで僕はすごい奇跡だと思うんですよね。まあ、その僕のお兄ちゃんが実際に死んでることもあったりとか、まあ、そのお兄ちゃんの前にですね、実は母親が7回も流産してて、その後にせっかく与えられたこの命さえも奪われてしまったんですよ。このように与えられたせっかく7回の流産の後にせっかく生まれた自分のお兄ちゃんの命までも奪われてしまったがために、自分の母親は心身を壊してしまって精神病院に行ってしまったんですよ。まあ、そういうお母さんを見てるからっていうのもあるんですけど、やっぱり命ってかけがえのないものだし、だから命があるお姉さん、お兄ちゃん、妹、弟、そしてまたお父さん、お母さん、子供、友達とか含めてですね、あなたの周りの大切な家族、友人をぜひぜひですね、大切にしてほしいなと思うんです。Please do cherish your brothers and sisters, your moms, dads, or your kids, or your friends. Please do cherish your time with your loved ones. ぜひあなたの愛する人との時間を大切にすることをですね、忘れないでいただきたいなと思うんですね。はい、その最後の言葉を持って、この動画を締めくくらせていただきたいなというふうに思います。で今回はですね、僕の死んだ兄に思うことというテーマでですねお話をさせていただきました。この動画参考になったとか、何かこう感じていただけるものがあったらですね、ぜひコメントに寄せていただきたいですし、高評価、そしてまたチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。はい、で僕のチャンネルでは普段はですね、英語力を伸ばしたい方や自己成長したい方に向けて動画を発信をしています。で僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びるだけじゃなくて、その英語力を伸ばす方法が知れたりとか、あるいは自己成長のために必要なこの考え方とか、自己認識力を深めることができたりとか、今回の動画のようにですね、どこからもこう得られないような、誰からもこう得られることができないような、本当にあの心の平安とかですね、励ましとか慰めっていうものを感じていただくこともできますので、ぜひよろしければチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends. Bye bye.